1994年4月26日、台北発の中華航空機が名古屋空港で着陸に失敗して炎上し、乗客乗員合わせて264人が犠牲となりました。黙祷。愛知県春日井市の空港に隣接する慰霊施設、安らぎの園では26日、事故が起こった午後8時15分ごろに合わせて遺族らが黙祷を捧げ、犠牲者の冥福を祈りました。突然私たちは遺族になったわけであります。中華航空機事故の1分30秒がこれからの社会の中に必ず起きないようにと思います。